こんにちは、萌えです。今回はですね、イラストレーターでグリッドを描く方法を紹介したいと思います。グリッドを描いたり分割したりっていうことなんですが、どういう時に使うかというと、なんかこう例えばチラシを作りたいっていう時とかに、同じ大きさのもの、これを3つ並べたいっていう時は、こうやってコピーペーストして枠を作ったりとかしてもいいんですけど、それを簡単にですね、この線を例えばこの四角をですね、縦に3つ割って横にも3つ割りたいみたいな時とか、この最初にこの枠が決まっていて、そこから分割していくっていうやり方を紹介したいと思います。もうすぐできるのでとても簡単です。で、まずはですね、この枠、最初にですね、自分の分割したいこの枠が必要です。例えばこれだったら横長なんですけど、前にもやったですね、このラクタングルツール、四角いツールで形を作ります。そしてそれを選択、まず選択してから、ここですね、オブジェクト、これ、ちょっと日本語だとですね、ちょっと調べたところ、こういうのが出てくるそうです。あ、ちょっと見えなくなるね。とオブジェクトに行くと、このパスっていうのがあるんですよね。ここで見れるんですけど、ちょっと分かりやすいように英語も出します。オブジェクト行ったら、このパスは一緒ですね、これ英語でもパスです。で、横に行くと、ここ英語ではスプリットイントゥグリッドって書いてあります。で、日本語だとこの段組設定ってなってます。全然名前が違うんですけど、日本語では段組設定、英語ではスプリットイントゥグリッド、これを押してもらうと、そうですね、こういうのが出てきます。一旦ちょっとこれを広くしますね。グリッド、これですね。こう出てくると、ローとコラムっていうのが出てきます。で、ここに数字を入れていくと、ここが割れていくんですけど、これをですね、見ながら書きたい、整えたいというか決めていきたいという場合、このプレビューっていうのを押します。これチェックを入れておきます。それでこのナンバー、これはですね、数ですね、ローの数、ローっていうのはこの横の線のことですね。これを2、ローっていうのはここが2列になっているっていうことなので、2だとこんな感じ、3にするとこんな感じっていう風に、勝手にこうやって均等に割れてくれます。で、例えばじゃあ5にしようかなってなって、縦も割りたいってなると、こっちの右の方、これをこの数を増やします。で、いくつでも増やせるんですけど、ですね、こんな感じで増やせます。で、普通に均等に割る場合、これ今全部同じ大きさなんですけど、で、ここの間は空いてない状態です。この割れ目のところ、この区切ったところは何も間が空いてなくて、くっついた状態なんですが、この間を空けたい、例えばちょっとだけ空けたいなっていう場合、この上から3番目ガッターって書いてあるんですけど、これを、矢印でですね、こうやって押していくと間ができます。これもちゃんと均等に開けてくれるので、全部のこの今の四角の大きさはですね、全部同じです。で、例えば縦だけでよければ、こうやってこっちだけ間を開けて OK 押せばいいですし、もしもう横も全部同じ均等にこの幅を開けたいっていう場合は、例えば同じにします。ここ 0.5 センチ今空いてるんですけど、こっちとこっち同じようにすると、この空いている縦の幅と横の幅が同じになります。で、例えばこれで OK になると、こういう感じで一つずつ、チョコレートみたいになりましたね、こんな感じで、割れます。で、今もう一つずつ個体になって、個別にこう割れているので、選択すると一つずつ選べます。なので、こうやって選んで動かすことも可能です。
ただこれをもう一緒にくっつけておきたいっていう場合、ここでもう一つなんですけど、全部これ選択してドラッグでこうやってピーって選択します。そして右クリックしてもらうとグループっていうのがあります。グループ化とかだと思います。でそれを押すとですね、一旦これが一つのグループとして、表されることになるので、これどこかしらを押すとですね、全部選択されます。でこれグループやっぱやめたいなっていう時はアングループ、グループやめるみたいなのがあると思います。それを押すと元に戻る、一つずつ選べるようになります。であとはグループ化してですね、グループ化はしたまま例えば色を変えて、この色だけここだけ違う色にしたいっていう場合、いちいちグループ化をやめてまた色を変えてまたグループ化っていうのはめんどくさいので、そういう場合ですね、こうクリックして、全体をダブルクリックして、そうするとね、ここの右、左上の方にこんな感じで出てきます。でその間にですね、この今グループの中に入り込んでるみたいな感じです。で自分の変更したいところをクリックするとそれだけ選べます。ただこれはグループの中で今選んでるっていう感じなので、例えばこれをですねピンクにして、他でどっかタッチしてですね、こっちこの戻るレイヤーに戻るっていうやつか、この何にもないところもう一回ダブルクリックします。すると元に戻ります。でまたクリックしてみるとやっぱり全体グループのままなので、こんな感じで動かせるっていう感じです。はい、こんな感じですね。何に使えるかっていうと、なんか何かしらシールを作ったりとかですね、広告でこういう枠を作りたいとかですね、そういう時も使えるし、私がよく絵で使うのは、例えばこれぐらいの絵を描くとします。で自分的に見本があって、それをグリッドを描いて見本を見ながら描きたい場合、そういう時にグリッドを描きます。私結構グリッドを描いて写実的な絵を描くことが多いんですけど、そういう時に例えばこうやってグリッドを描いて、この下にですね画像をはめておいて、こういう風にもうデジタルでグリッドを描いちゃうみたいな感じです。であとはキャンバスにグリッドをアナログで自分でですね鉛筆とかで描いて、それを比較しながら描くとか、そういうことに使ったりします。なので結構絵にも使えるかなと思うので、ぜひ皆さん覚えてもらえたらと思います。はい、ということで今回はですね、このグリッドの書き方を紹介しました。何か質問があればコメント欄に書いてもらえたらと思います。ということでまた次の動画で、バイバーイ。